こんにちは、 AP コンサルタント趣味の部屋です。今日は、オリオン座流星群を撮ってみようと思って頑張ってみましたという動画です。実際に流星ちょっと1個だけは確実に撮れてるんですけども、まあ実際ずっと動画を見ていって、いくつ見つけられるかどうかはちょっと分かりません。もしかしたらば1個だけかもしれません。まあ、とりあえず久しぶりに、23日晴れたので動画を夜、まあ、3時間ぐらい撮ってみて、で、まあ、その中から良さそうな感じのやつをちょっと選んで今回アップさせていただきました。それでは、お楽しみください。動画開始後すぐに、流星が流れますので、そこだけちょっとカウントダウンしたいなと思っています。ちょっと巻き戻します。2、ちょっと速度が遅すぎるかな、ちょっと早めにします。8、7、6、5、4、3、2、1、今、はい、流星が流れたの見えましたでしょうか。オリオン座の、すぐ上のところで、流星が流れました。一応この後、流星が流れるシーンがないかもしれないので、もう一回、動画をちょっとアップ再生したいと思います。一遍巻き戻します。そして、ちょっと再生時間ちょっとゆっくりめにします。まあ7割ぐらいでいかがでしょうか。では再生再開です。4、3、2、1、今という感じです。それではあと、もうこの動画はこれで目的を達したので、私のおしゃべりはこれで終わりになります。それでは、あと残り30分弱ですけれども、この動画を、まあ、環境ソフトの代わりに、まあ、ご活用いただければなと思います。今日も動画のご視聴ありがとうございました。また次回動画を見ていただけると嬉しいです。最初から通常の速度で今動画再生してます。
そろそろこの動画もう終わりです。流星を、流星じゃないな、流れ星をいくつ見つけることができたでしょうか。最初1個だけかなと思ってたんですけども、皆さんと一緒に私も動画を見返していたらば結構流れてたなという感じがあります。それではまた、次の動画でお会いしましょう。ご視聴ありがとうございます。